日本国政府のに対してしっかりともっとしっかりと拉致事件のために取り組んでくれと伝え、そして北朝鮮に対しては早く拉致被害者を返してくれとアピールをする、とても大きな意味を持ちます。Thank you.
使ってください。